皆さんこんばんは、スルメです。今回もですね、あつ森やっていきたいと思います。今回の服装はこんな感じにしてみました。お、化石発見、よいしょ。私ね、まだね、化石全種類集められてないんですよね。あ、壊れちゃった。作りに行こう。あ、落とし物、落とし物を発見しました。本ですかね、これは。え、誰のだろう。まあでも多分本じゃないですか、これ。我が島にね、本をね、読むような人はね、まあタコリーナとジャックぐらいしかいないんですよ。で、このね、小説の古びた感じ、きっとこれはジャックのものに違いない。これはジャックの落とし物だと私は踏んだぞ。ジャック、絶対これはジャックのですね。一発で決めてやる。オルス、オルスじゃん。どこ行ってんの、ジャック。ジャックを探さなきゃ。ジャック、ジャック、ジャック、ジャック。ちょっとジャックどこいんの。ジャック、ジャックがすっぽり頭までハマっちゃった。今助けてあげるからね、ジャック。どうしよう。あ、でもスコップでやったらジャックのこと傷つけちゃうし。どうしよう、どうしよう。病デザインやないかーい。はい、ということでですね、今回のおふざけ前デザインはだいぶね、おふざけ具合高いんですけれども、穴に埋まってしまったジャックをね、作ってみました。はい、ということでですね、実際作った前デザインがこちらでございます。はい、普段ね、クールなジャックが穴にね、埋まってたらね、シュールで面白いんじゃないかなと思って作ってみました。ふざけて作ったとはいえね、やっぱりね、ジャックは難しかったですね。今回の前デザインは出落ちなのでね、配布はしないでおきます。どうした、マグロ。もしかして穴に埋まったジャックを助けられなくて悩んでるんじゃない。大丈夫だよマグロ、あれマイデザインだから。あー、タコリーナまで。ジャックが穴に埋まってるからどうやって助けようって悩んでるんでしょう。大丈夫だよ、これマイデザインだから。ちょうどいいところにジャックさんが穴に埋まってしまって大変なんです。いや、ジャックここにいるからな、タコリーナ。ジャック、ジャックまで、どうしたの。ジャック、自分が穴に埋まってるからどうしようって思ってんの。ドッペルゲンガーだと思って怖がってんの。どうしたの、ジャック。何でも完璧にこなすできる男になりたいと思ってるんだけど、なかなか難しいものだね。さすがのジャックも穴に埋まってる自分はどうすることもできなかったか。あ、そうだった、私ね、落とし物預かってたんだった。ジャック、あ、間違えた。ジャック、あなたこれ落としたでしょ、本。ありがとう、わざわざ立ってくれるのね。いや、降りねえじゃねえか。お前降りねえじゃねえかよ。ちょっとこれ飲んだらねえじゃないわ。マジでいらないの。まだ待てと。あ、来た。待たせたなあ、もう。はい、いいよ。落とし物してたんじゃないの。はい、これ。あ、僕のじゃないのか。奥太郎くんが似たようなものを持っていたような。あ、そうだったの、これジャックのじゃなかったんだ。じゃあごめん、即座に戻りましたね。今ね、マグロがね、このサイバーサングラスをくれたんですよ。めちゃめちゃ可愛くないですか。見たいな、ジャックがこのサイバーサングラスしてるところ。はい、ということでですね、ジャックといえばメガネ、メガネと言ったらジャックということでですね、ジャックになくてはならないもの、それはメガネだと思うんですけれども、いつもね、同じメガネばっかりしているので、ちょっとね、新たなね、違うジャックを見てみたいということでですね、今回はジャックにいろんなメガネをね、つけていただこうと思います。イエーイ。はい、ということでですね、ジャックにいろんなメガネをつけていただこうと思います。はい、ジャックってさ、メガネもうかけているので、他のメガネをつけると、そのメガネの上にかけるのか、それともメガネをちゃんとね、外して他のメガネをかけるのかっていうのがすごく気になるので、こちらをね、一回つけていただこうと思います。パン。全然違う子みたい。全然違う子みたいだね。紫にしてみようか。紫の方が似合うかもしれない。なんかもうやっぱジャックじゃなくなっちゃうね。ケイトのサングラスとか。
すごい。え、なんか本当に全然ジャックじゃないわ。え、じゃあさ、このダブルブリッジメガネとかつけたら相当雰囲気変わるんじゃないですか？はあ、一気におじさんっぽくなった。あ、でもこれはこれで私は好きだけどね。なんか30年後のジャックみたいな感じしますね。あ、かわいい。これもかわいいですね。あ、鼻メガネとかすごい気になる。あ、これはこれでいそう。なんかこういうキャラいそう。こういうかあつ森にいそうだわ。あ、これ別光メガネはちょっと今までのジャックと似た雰囲気ですね。なるほどなるほど。ベネチアンマスクとか。わ、誰？マスカレードなマスクとかもできちゃいますね。なんかメガネが変わると相当違う。丸メガネとか可愛いんじゃない？あー、いいねいいねいいね。ちょっと知的っぽいよ、ちょっと。モノクルとかつけるとどうなるの？ほぼ裸眼？ほぼ裸眼のジャックが見れちゃう、モノクルだと。あ、すごい！え、やばいですね、これ、ちょっと。もうメガネかけてないジャックがこれだと見れてしまう。すごーい！なんか芸能人のすっぴん見たみたいな感覚なんですけど。ジャックのすっぴん見ちゃった。めっちゃ可愛い。なんか芸能人っぽい。なんか芸能人っぽいね、これね。なんかイケメン俳優っぽい、このジャック。かわいい！こういう子はこういう子でいそう。なんかいそうなんだよな、こういう猫。待って、こんなのもあった。海賊のアイパッチ。すごい！かわいい！せっかくなので、なんか海賊みたいな服私持ってなかったかな？いいねー！海賊のお宝ローブをね、着てもらいました。めちゃめちゃ海賊じゃん！かわいい！この服に関してはさ、このジャックよりさ、このジャックの方が可愛いよね。めちゃめちゃ可愛い、似合ってる。はい、ということでですね、スルメの独断と偏見によるジャックのメガネオブメガネベストメガネコンテスト、栄えある優勝は海賊のアイパッチになりました。はい、どうですか、ジャックさん、感想は？光栄です。ジャックスパローです。いや、ジャック違い。それパイレーツオブカリビアンだから。はい、ということでですね、今回はね、ジャックにね、いろんなメガネをつけてもらったり、ジャックがね、穴に埋まってしまったマイデザインを作って遊んでみました。はい、こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録と高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。コメントもね、すごく嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、いろいろね、おふざけマイデザイン作ってますので、他の動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。っていうか、ジャックさ、ちゃんと座れてなくない？